スーパーリアルフィギュアシリーズ、この SR シリーズでなんとさ、バビルの2世あった。当時これ200円だったんだな、1回200円。でもさ、これ、自分で中身見て、選べて、1回500円だったら、まあ安い方だよね。かなり昔のやつだからこれ、超レアじゃん。それを中身見て、しかもさ、運よく。中身がね、見えるから、なんとわかるんだわ、何が入ってるのか。もうこのまま売ってるから、このまま。未開封のまま売ってて、で、パーク列しようと。運よくね、ソロ、ちょ、待って、ことミスミス、綺麗であった。ここが、ちゃんと綺麗だったな。で、運よく、パーク列しようと。まずこのラインナップのね、紙を出しまして、バビル2世、リアルフィギュア、これ、おぉ、すげえ。アンケートの締め切りが、平成11年だから、平成10年ぐらいのやつだな。発売されたやつだと思う。おそらく1年後ぐらいだからさ、締め切りってこういうの。すげえ超絶レアだぞ。今ゲットできるなんて、しかも未開封の状態でね。 SR シリーズ、ロプロスメカタイプで、ローデムと、いや素晴らしいね。でポセイドンパーツ付きで、バビル2世に予備と別カラータイプもありまするということで、早速今開けたのが、でもね、揃っててよかったわ。でけえ、おお、でけえ、ポセイドンであると。やばー、未開封のままゲットできるってすげえ嬉しいよね。俺1個1000円でも買ったもん、これ。1個1000円でも。超ラッキーだって。これネットの画像で見て存在知ってたんだけど、持ってなかったんだよね。今になってゲットできるなんて、こうかなり、うわー、超綺麗じゃない、ペイント。造形も。これがポセイドンな。じゃじゃ、いやー、かっこいい、ポセイドン。素晴らしいクオリティじゃない。これ当時このデカさで、このクオリティで200円だからね。1回200円。今300円プラスで買ったけど、1回500円でね、このカプセル入りの。いやでも中身見れて自分で選べて500円とかすごい安いと思うんだけどな。あと腕のパーツね、取り替えると、ジャキーンポセイドン、こっちパーツ交換もできるんだぜ、腕のね。素晴らしいクオリティだね。かっこいい。いや揃っててよかった、ほんと。3つの絞りがね、三つの絞めが揃ってて、マジか、めっちゃ探したんで、たくさんガチャ入ってたからさ、その中から探さなきゃいけないから、大変だったんだけど、無造作に置かれていて。でも、なんとかね、あったんだよ、三つ。次が、会長ロプロス、行動色は確実にロプロス。でもメカタイプな、欲しいよな。なんとかコンプできないかな。すっげえきつい。コンプ、未開封のままさ、ここでコンプするのってかなりきついよな。おお、やべえ、俺の、握力で、俺の握力で、ああ割っちゃった、握力で、おお、ごめんなさい。いやでも古いからしょうがないよ、これは。古いからしょうがない。コップとかもたまにね、握力、いやでもやばいよね、加減しないと手切っちゃうと危ないからね。ロプロス、ソーラー、おお、すげえ、飛べ、ドゥ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 、ポセイドンは海を、雪、ポセイドンとロプロスだからね、この時点で。いやー、最高じゃない、バビル2世の3つのしもべが、あと、ね、一種。変身の申し子。まずその前にロプロスを開けて、ソーラーを飛ばせるからね、ロプロスを。いや、マジで嬉しい。このレッドアリーマみたいな色が、たまらんね。え、これどうやって組み立てるんだろう、でかいね、ロプロス。こういう風にかませるのか。翼をこうかませて、こっち側にもこう翼をかま、あ、こういう感じで組み立てるのか。メカタイプも欲しいな、絶対。どっかで手に入んないから、ちょっとフィギュアショップ探してみれば、また、あるかもしんないからね。わー、すげえ、色がたまらんね。ロプロス、空を飛べ、ひょー、うわー、懐かしい、子供の頃思い出すな。そしてね、台座があるんだよ。どこに刺すんだ、台座。あった、穴。ちょっと見にくいけど、あそこにあるね。ここにぶっ刺す。おー、フェニックス。輝きが、会長ロプロス。キョイーン、飛んどるわ、海と空。素晴らしい、会長ロプロス、ここに。爆弾。いや、かっこいいね。当時からずっと未開封で、今、令和の時代に開けられるっていう、この会長ロプロス。すごいな。一生大事するかな、お前ら。いや、マジでかっこいいよ。そして、最後ね。カプセル。いや、てか、三つ残ってるの、まず奇跡じゃないこれ。ロデム変身、血をかけろ、ドゥドゥルー、ドゥドゥルー。これで三つのしもべがね、三つのしもべ。待って、あ、
これもこういうタイプか。これもなんか難しいな。こういうタイプだ、こういうタイプ。三つのしもべに、メイレイダーデル、会長、ロプロス、空を飛ぶ、トツカトツカ、ポセイドは海を行け、トゥルトゥル、ロレム変身、おぉ血をかけ。いや、マジで嬉しいよ。三つのしもべ揃ってたの。バラバラ入ってたけどね。バラバラ入ってた。あと他なかった。超探したんだけど、あと他はなかった。お、これが、台座ですな。台座は合体タイプなのか、これ。台座は。なんだこれ、台座は、分離台座だ。すげえ、前足、後ろ足かな。後ろ足、前足、前足、ちょっとどっちかわかんないけど、とりあえず、あ、ポセイドが組み立ててみないとわからんな。え、すげえ嬉しい。一番最初は漫画で読んだんだよね、漫画で。一番最初は、小学2年生だったかな。の時のね、担任の先生がね、紹介してくれてさ、いろんな漫画紹介してくれたんだよね。あ、で、その中にもさ、バビル入っててさ、読んだらめちゃくちゃ面白くて、で、その後アニメ見てね、いや、すごい、いや、待って、これは感動だわ。大人になってからゲットできるなんて。ローデム、かっこいいね。ローデム、めっちゃイケメンじゃん、ローデムと会長ロプロス、そしてポセイドン、三つのしもべが。で、これどうやってつけんだ？あ、こうか。え、なんか分離してるさ、台座って珍しくない？あ、くっついた。こうだわ。で、こっちか。こっちもくっつけて、完成。これで三つのしもべがね、揃いましたよ。え、分離台座って珍しくない？当時は普通だったかな？今あんな見ない気がするけど、とりあえずこんな風にね、ちょっと足こっちつかないけど、分離台座でセッティングするとこんな感じになりますと。え、かっこいいね。ロデム、最高のクオリティだな。さすが SR シリーズ。HG シリーズもさ、かなり熱いけど、このさ、SR シリーズも熱いよね。SR シリーズで、バビル2世が、ゲットできたという、この感動で興奮だよな。すげえ嬉しい。これがポセイドン。で、会長ロプロス。そして、これがロデムと。かっこいいな。歌がずっと流れている頭の中で。すげえかっこいい。三つのしもべに命令できるな、これね。ということで、今回は、なんと、バビル2世の SR シリーズ3つの照明全部揃ったバージョン。ただね、他にもラインナップがあるからさ、さっき見た通りロプロスのメカタイプにバビル2世、いや、バビル2世めっちゃ探したんだけどね、これ今日逃したらチャンスもねえと思って、めっちゃもう隅々まで見たんだけどなかったんだよね、全部なかったの。店員さんにさ、箱まで用意してもらって見たやつこっちに映してね、全部見た。あそこにあったガチャすいませんっつって、いや全然いいですよね、全部見てさ、欲しいの全部買ってきたんだけど、バビル2世はなかったんだよな。くそー。あと予備も欲しかったな。カラー、別カラータイプもさ、ゲットしてちゃんとコンプしたいよね、バビル2世。みんなもぜひ、まだ持ってない人いたらさ、今日初めて知った人もね含めて全部このね集めてみんなで見ようぜ。バビル2世リアルフィギュアコレクション最高の、もう特にね、俺の推しローデム、かっこいいわ。ローデムの分離台座すげえ活かす。ローデム、ロブロスもすごいでかくてかっこいいしね。ロブロス、ポセイドン、いや、すごいな、かっこいいな。三つのしもべが揃ったよ。すげえかっこいいね。いや、ほんとずっと見てられるわ。すげえ嬉しい。これ第2弾とかも出てんのかな、もしかして。俺この第1弾しか知らないんだよね。第1弾とか、1弾とか2弾とか書いてない。これしか知らないんだけど、もしかしたら続編とかあるかもしれない。ちょっとググってみるかな、これを機会に。これはね、ずっと前見たことあるんだよ。本かなんかで見たんだっけな。ネットで見たんだ。じゃあ忘れちゃったけど、かなり前に。あ、これバビル2世 SR あるんだ、みたいな。欲しいなと思ってたんだけど、まさかね、フィギュアショップで、あ、見つけることができるなんてすげえ嬉しかったわ。このクオリティの高さだからね。まさかバビル2世が今になってゲットできるのでマジで嬉しい。本当に感動したわ。それではまた次回、次のね、開封動画でお会いしましょう。いやー、かっこいいな。ポセイドもすごいよね。このメカのでかい、兄弟ボディって感じがしてさ、かっこいいわ。会長ロプロスも空飛んでる感じが出てて、ローデムのこの不気味な感じもさ、いいよね。おー。やっぱ三つのしもべは揃えないとな。揃ってよかった、本当。マジで嬉しいわ。奇跡だよね、これ三つだけ。ちゃんとしもべ揃ってたの。